ASD の19歳です。自分はスーパーで開店前の品出しのバイトをしているが、先輩との人間関係で悩んでいる。具体的には品出しで空になった段ボールをまとめずに放置していたことに対して、先輩が腹を立てて怒鳴りながらその空棒を蹴飛ばしたりした。その先輩とは週3日1日3時間が自分は怒鳴られるのが苦手で、バイトがない時間でも明日はあの先輩と働かなければならないのかなどと考え不安になる。そこで従業員と接点の少ない他のバイトを教えていただきたい。ですね、基本的にはスキルがなくて若いと、体力自慢な人たちが働いている職場ぐらいしか勤められません。要はそのデスクワーク頼めないだとすると、現場仕事になるじゃないですか。で、先輩っていう人って多分その現場仕事を3年4年とかやってる人だと思うんですよね。で、それなりに知能が高い人とかであればデスクワーク側に行った方がいいと思うんですけど、そのスーパーのアルバイトみたいなことを何年もずっとやり続けちゃうタイプの人であれば、その理性がそんなに強い可能性は低いんですよね。要はその、スーパーの正社員とかであればいいんですけど、そのなんかバイトリーダーみたいな人を、そのなんか、20過ぎてずっとやってる人って、やっぱり何らかしらのその、能力値に欠けてる人が多いと思うんですよ。まあそうじゃなかったら普通に正社員になってると思うし、で、そもそも要はその段ボールを蹴って、バイトさんに嫌な思いをさせるっていうのってマイナスなんですよ。今時、その若い人の肉体労働をやる人って結構少ないので、なので、コンビニとかって、結構人手足りないよねって言ったりするんですけど、でもなんかその段ボール蹴る必要ないのに段ボールを蹴っちゃうような人がずっと居続けてしまうということであれば、多分そんな人が、でも働かないとやってけないような状態だと思うので、なので早めにその体力仕事ではなく頭を使ったりデスクワークの仕事に移るようにした方がいいと思うので、簿記の勉強とかしてみてください。